やー、かっこよかった ね、めっちゃかっこよかった。歌声もダンスもうまかったね。ちょっとノリノリになっちゃいそう、ね、裏でね、ドスドス聞こえてたかもしれないですけどそれではここから素敵なゲストをお招きしてお話を伺ってまいります、はい、大きな拍手でお迎えください。佐藤義人一関市長、そして乃木坂46の佐藤理香さんです。お願いします。お願いします。お願いします。佐藤市長、そして佐藤理香さん、よろしくお願いします。お願いします。まずは市長、はい、会場の皆さんへご挨拶お願いします。はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。一関へようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤理香さんは岩手県のご出身なんですよね。はい、そうなんです。岩手県出身で、こうしてイベントに参加できて本当に嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。理香さんの思い出の場所やおすすめの観光スポットを教えていただけますか？はい、一関市に格好団子っていうところがあるんですけど、そこは団子が空を飛ぶんですよ。どういうこと？川を挟んで、はい、対岸から団子がやってくるんですよ。もうその謎はぜひ行ってもらって、もう目で確かめてもらいたいなって思うんですけど、うん、もう面白いですし、うん、味も美味しいので、ぜひ行ってもらえたらなって思います。行かなきゃじゃん。ね、めちゃめちゃ気になる。行かなきゃだよ。まあそしてですね、一関市では今後大きなフェスティバルが3つ開催されます。1つ目は8月18日から20日まで一関文化センター前広場で開催される全国地ビールフェスティバル in 一関。全国の地ビールが100種類以上味わえる夏にぴったりのビール糖にはたまらないイベントです。すごい。続いて2つ目が10月13日から15日に一関水辺プラザを主な会場として開催される一関平泉バルーンフェスティバル。国内最高峰の競技会である熱気球ホンダグランプリの一つであるバルーンフェスティバルでは、国際大会で活躍する一流パイロットらによる競技飛行や、一般の方も参加できる熱気球教室や渓流体験搭乗が行われます。また夜にはバルーンイリュージョンが開催され、音楽に合わせて色鮮やかに浮かび上がり、一斉に点火した景色は圧巻です。はい、うん、そして3つ目は11月11日、12日に一関水泳プール駐車場、一関市総合体育館西第一駐車場特設会場で開催される全国もちフェスティバル in 一関。昔ながらのもち料理、創作料理、スイーツなどを味わうことができます。わあ、美味しそう。いいな、ね、これ佐藤市長、どのフェスも楽しそうですね。うん、そうですね、うん、今日もですね、全国からいらしていただいた大きなイベントですけれども、はい、8月は地ビール、うん、10月はバルーン、うん、そして11月はお餅です、はい、いいな。これは日本中からですね、いっぱいお客様がいらっしゃるイベントですので、皆さんもぜひまたいらしてください。いや、もう夏からのイベントがたくさんありますから、来るしかないです、これね。佐藤理香さんはこれらのフェスに参加したことはあるんですか？はい、あります。バルーンフェスティバルとお餅の方に行ったことがあって、バルーンフェスティバルめっちゃ綺麗なんですよ。いや、もう画像で見ただけでもすごい綺麗ですよね。色とりどりのバルーンが飛んでて、もうハッピーになれちゃうんです。遠くから見てるだけで本当に綺麗ですし、うん、空が色鮮やかで本当に皆さんに見てほしいなって思うので、ぜひ見てください。はい、ということで、一関市で開催される3つのフェスにご期待ください。はい、佐藤理香さんとはここまでとなります。はい、大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。ありがとうございます。それではここから、はい、こちらの皆さんにもお話をお伺いします。大きな拍手でお迎えください。はい、EXILE TETSUYAさん、GENERATIONS の小森隼人さん、そしてゆうちゃみさんです。こんにちは。お願いします。こんにちは。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず TETSUYA さん、会場の皆さんへちょっとご挨拶お願いします。はい、TGCT 一関 お集まりの皆さん、盛り上がってますか？一関もっといける、盛り上がってますか？ありがとうございます。哲也です。今日は、一日楽しんでってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて小森さんからもお願いします。はい、皆さんはじめまして、GENERATIONS 小森隼人です。初めて、見るという方もたくさんいると思うので、小森という名前だけ覚えて帰っていただければ嬉しいなと思います。あ、なんかこうカメラ撮られてる方もいます。小森と言います。取って帰ってください。よろしくお願いします。出るな出るな出るな。なんかちょっとティーンと聞くとね恥ずかしくてちょっとだけ空回ってますので、ちょっと最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。そして TGCT 一ノ関2023のファーストフェイスのゆうちゃみさんからもご挨拶をお願いします。こんにちは、ゆうちゃみです。お願いします。お願いします。大型イベントの最初に登場する今最も旬なモデルさんをファーストフェイスと呼びますが、ファーストフェイスとしてランウェイを歩いた感想はいかがですか？いや、めっちゃ気持ちよかったですね。すごい歓声すごかったし、一ノ関の人たちがもうめっちゃ優しくてもうこんなに歓声いただけると思ってなかったんで汗だく。本当にもうちょっと顔面テカっちゃうからほんまにやめてほしいぐらいです。歓声の熱量でもらえますよね。確かにありがとうございます。さて TGC を主催する W 東京と LDH ジャパンでは、ダンスをはじめとするエンターテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、 SDGs の推進を目指しています。本日のサイキックフィーバーの皆さんのライブでは、一ノ関工業高等専門学校および一ノ関学院高等学校のダンス部の皆さんがコラボレーションをします。はい、ご期待ください。はい、そしてこちらの会場の屋外で開催されている TGCT 一ノ関フェス2023の特設ステージでは、EXILE TETSUYA プレゼンツオリジナルワークショップショー EXILE TETSUYA with EXPG が開催されました。こちらはどんなイベントだったんですか？はい、先ほど11時半からね、やらせていただきましたけども、本当キッズも、大人も子供もね、世代関係なくみんなで、歌って踊れるショーになりました。一ノ関の皆さん、参加された皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。もう本当このステージは、SDGs を推進するステージになってまして、みんなが音楽とかダンスの力を使って健康になろうという、ステージだったので、本当にいい光景を今日も 見させていただきました。本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ結構体を動かしてやってたんですかね。めちゃめちゃもう行けばよかったな。行きたかった。ぜひ皆さん来てほしかった。全員来てほしかったですよね。僕もゆうちゃみさんとチューチュートレイン踊りたかった。チューチュートレインやりたかった。うちも一緒に踊れたのにな。行けばよかった。踊れたのにな。踊れました。高校の学園祭で踊ったんですよ、チューチュートレイン。本当ですか？本当ですか？意外と動けるぽっちゃりなんで見たかった。可愛い。動けるぽっちゃりいいな。いやいいですね、やっぱり。最高です。小森さんも出演されたんですよね。いかがでしたか？そうですね、このワークショップを受けるために集まってくださった皆さんももちろんたくさんいたんですけど、音が流れて会場のその音を聞いてなんか楽しそうなことやってるなみたいな感じで集まってくださる方もたくさんいらっしゃって、なんかこう本当にこの TGCT を通して一個のなんかこうステージの中で一つの空間を作れたっていうのは、なんかすごく楽しかったですし嬉しかったですし、今後このダンスを通してまだまだ可能性を感じるなんかワークショップになったなと。初めてこうダンスにこうなんだろう関わる人たちもいますもんね。こういうイベントでやるといい機会だ。外でなんか多分体揺らすのが初めてな子供も多分いたと思いますし、なんかすごいそういう音楽とダンスのなんか楽しさみたいなのが届けられたステージになったんじゃないかなと思います。ちなみに屋外の会場にはフードエリアもあります。ゲストの皆さんのお食事にも一ノ関市のグルメがたくさん用意されていましたが、ゆうちゃみさん、何か召し上がりましたか？納豆のお餅とローストビーフのお寿司とか。美味しかった。岩手の料理めっちゃ美味しすぎて美味しかった。あとリンゴジュースバカうまっすよ。まだもらってないから。カンカンのやつだね。カンカンのやつだ。あれ美味しいよね。わかる。あれ最高でしたね。めいちゃんもお餅5個ぐらい食べてきてもんね。めっちゃ美味しかった。いろんな味入っててめっちゃ美味しかったの。小森さんは何か召し上がりましたか？千枚屋のローストポーク、すりおろしのりんごみたいなのがかかってるやつがすごい美味しかったです。なんかしっとり柔らかさも残ってるんですけど、全然甘さがくどくなくて、でまたそのりんごのソースがすごく美味しくて、なんかこういうのがやっぱあるんだっていうのだけですごくこうテンション上がるんですね。結構早く売り切れちゃってて、私たちそれ食べてないですね。ちなみにそれ僕が一番最初に食べられてたんだ。2、3回行ったんですけどなかった。蓋開けた瞬間に5枚ほどいただいて、結構いただいてる。贅沢食いさせていただきました。僕がほとんど僕が食べたということですね。EXILE TETSUYA さんは何か召し上がりましたか？僕さっきステージやってる時に、キッズたちが前にいたんですけど、その子たちに岩手おいしいもん何って言ったら南牛っていうさ、可愛い、すごい可愛くて、それなのでさっきケータリングにある南牛のローストビーフ丼ありましたね。食べた。いただいたんですけどめちゃくちゃ美味しかったんですけど、南牛は市長あれ名産なんですか？そうそう心推しです。はい。そうなんですね。めちゃくちゃ美味しかった。なんか油ももちろん程よく乗ってるんですけど全然くどくなくて、なんかもう一瞬でペロッと食べさせていただきました。最高でした。ちょっとちっちゃすぎてね。ね、もっと食べたかった。もっとでかいの食べたかった。大盛りで。あともう一人の子供がラーメンって言ってたんですけど、岩手ラーメンもあるんですか？ラーメンもね、まあこっちの方ですね、いっぱいあるんですね。北に行くとね、ジャージャー麺ですとか。うわ、ジャージャー麺めちゃくちゃおすすめされたんだ。食べたい。食べたい。食べたい。いいよ、ここですすってもいいぐらい。食べたいです。ここではすすらない。ステージではやめてください。もうお腹減っちゃって。わかります。ここだけでね。わかりますわかります。ね、いっぱいありますね、名産が。はい。佐藤市長、この一関グルメ皆さん堪能されてるようですけど、他にもおすすめとかあったりしますか？あ、突然降りましたね。まあ一関はですね、いっぱい面積が広くてですね、山で採れるもの、平らなところで採れるものいっぱいあるんですよ。一関の農産物のですね、出荷額って東北で2番目なんです。すごい。天才じゃん。美味しいものいっぱいありますからいっぱい。うわ、いいな。食べたい。ということで皆さんもぜひご紹介いただきました一関市のフェス、そしてグルメをお楽しみください。皆さん本日はありがとうございました。このコーナーのゲストは佐藤義人一関市長、 EXILE TETSUYA さん、 GENERATIONS の小森隼人さん、そしてゆうちゃみさんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいってください。ありがとう。